はい、ではムーン実況第5回目かな、やっていきましょうか。で、夜になったので、なんたらバーなんたらかんたらに行ってきますか。なんだったっけ、バーワンダ夜間飲み営業。おお、落ちてる落ちてる。こんばんは。一杯やっていくんだろ。じゃあ注文します。そこであんた、初めて見る顔だね。顔って言っても何でもないけどね。向こうが好きで見えるよ。さて、何出そうかね。何？どうしよう。まあ一応子供みたいなんでオレンジジュースにしときます。はい。おや、初めてだから知らないでるけどね。こう見ても私、若い頃はそれはスマートでずいぶんチヤホヤされてね。わぁ、何？今はもうこんなに広がっちゃってね、ここから出られないんだよ。なんだこんな上のやつ。これはこれで楽しいけどね、仕事には差し支えないし、でも心の氷は。何？昔、パン屋の近くで指輪残してね、そりゃ綺麗な指輪だったよ。サンライズパワーってね、朝でキラッと光るんだよ。そりゃ綺麗なもんさ。ごちそうさま。なるほど、この人にサンライズパールをあげればいいのか。はい。おお、取ってきてくれたのかい？嬉しいね。じゃあ、俺に、私のお気に入りの MD をあげようかね。MD だってもう、時代だなぁ。僕もそんなに見たことないよ、MD。気が向いた時に聞いてよ、これ。あ、一個だけなんだ。ボランティーワンダーを頼んだらどうなるんですかね。お酒じゃないの、これ。ああ、普通に終わったわ。なんだよ。パンは食べてくれました。はい、食べましたよ。いいですか。けど、まあ、どちらにしてもめでたいめでたい。酔ってるの。ママ、めでたいからもう一杯ください。やめときな、それ以上飲んだら体を壊すよ。そんなこと言わないで、もう少し。ところで、あんたのところパン。とやきアルコールの味がするね。二日酔いで作ってるせいじゃないのかい。え、いや。まあ、好きな足一本食えなくてもなんか困りしないさ。そのようですね。本当に、プリプリの割に気が弱いんだから。なんかこの上にフロールさんが住んでるみたいな話を、ほら、聞いた通り。こんばんは。私はお花が大好きなの。え、終わり？部屋に来たんだからもうちょっとなんかないっすかね。まあ仕方ないか。じゃあもう特に何もなさそうなんで、お家帰って寝て、釣り竿を買わなきゃ。お？お、ちょ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 。え？こっち行ったよな。ああ、ちょ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 これ死体だったのか、全然気づかなかったよ。マッカーさん、チェーンスモーカーで、死因に敏感な GHQ 野外の元総水機通り、減水機通りか。はい、キャッチ。わーい。思わぬところで。できるなんか、裏のガラクタの一部かと。マッカーさん、救出するでちゅ。歩き回ってみるもんですね。もうすぐ寝ようと思ったね。これ、今、下の人が起きてるから。あれかな、訪問したら開けてくれますかね。おお、開いた開いた。こんばんは。
釣り竿ってくれません？おやおや、子供がこんな時間まで起きていいのかい？ミシタミさん、夜はちょっと変わったもん売ってんのさ。お、ゆっくり見ていきな。へぇ、虫眼鏡、フリルのドレス、クロロホルム、翻訳フラワー500ネカ。なんかどれも結構重要そうですね。どうしようかな。でもお金な。虫眼鏡、いや、クロロホルム買っときますか。どうしようかな。どう使えばいいんだ、こんなの。いや、今のところ使い道がわからないしな。それと今夜の掘り出し物、1000ネカ、ちょっと高い、買うかい。いや、お金ないです。はーい。お金貯まったらまた来ます。なるほどね。ベーカーさんとかさっき、ね、あれ言ってたから多分開いてないと思うけど。ね、うっかり鍵閉めそう。閉め忘れてて開いてたりしたかしないかな。で、奥の部屋行けるみたいな。さすがにそれはないか。ああ、ベーカーさん帰ってきてる。来てくれるかな。あれ、鍵がかかってない。やっぱり鍵はやり忘れてる。入れちゃった。いいか。ええどうなってんのこれ。でも何かできるってわけじゃないな。調べられないからアイテムも使えないだろうし。これがベッドなんですかね、ベイカーさんの。どうなってんだこれ。こんばんは。ああ、すいません。ビチモス、ビチモス。テムコの集めたラブはワンダの指輪を見つけてあげたのね。それもラブ、これもラブ。そしてロボットたちの魂からラブです。マッカーさん、おめでとう。テムコのラブがまた一つ深まりました。これでテムコはラブレベル10、愛の黒帯。次のレベルまであと4ラブが必要です。まだまだ世界にはラブが散らばっていますよ。これからもたくさんラブを集めてくださいね。うん、頑張ろう。ああ、起きてる起きてる。はい。釣竿400ネカ。結構いい値段するんですけど。まあそんなもんか。釣の餌も買って、これ1個でいいのかな。とりあえず1個にして、この辺でいいか。この声は。いるわ。イエーイ、キャッチー。セミ丸だったっけ。ふっと会えたな。セミ丸救助するでちゅ。ウェーイ。お、ラブ2個、やったね。あー、着いたけど寝てる。例の解雇状のように見てたんですよ。助けてほしいんだけど、どうすれば助けられるのだ。こっちが聞きたいよ。なんかいる。はい。
かありません。じゃあダメでこ、ダメってこと？今のどうしたらよかったの？わかんないなバカみたいに大量に釣りの餌を集めましたこんだけやったらまあ釣れるでしょう、さすがにさて夜になるのを待ちましょうか。さて夜になりましたね。いざカイクジラ釣りましょう。まだもうちょっと時間かかるみたいだけど、それお腹が空いてるな。こっち、あー、クッキー食べてもお腹減ってる。クジラまだかな。来た。ほい。いや、今度こそするぞ。やったー。え？おーおーおーおお、来た来た来た。カイコジラ救出するでちゅ。めちゃめちゃでかいの来るんじゃないの？お？すごいことになってる。わーい、ラブギャット。あ、お金持ってきてくれた。おう、月のかけらはいるでちゅ、ピピ。200年かけると。ん？あ、月のかけらって。メカのことなんすかね。よくわからんが、あー、お腹が空いて仕方がないぜ。あー、何も言わなくなっちゃった。それもラブ、これもラブ、そして動物たちの魂がラブです。カイクジラおめでとう。デブコのラブがまた一つ深まりました。これでデブコはラブレベル11、愛の地獄車。それな、怖いな。次のレベルまであと 5ラブが必要です。まだまだ世界にはラブが散らばっていますよ。はい、はーい。いやー、ようやくカイクジラもねキャッチすることができてよかったよかった。じゃあこの辺で終わりにしましょうかね。今回多分めちゃめちゃカットするから37分だけど結構減るんだろうなじゃあお疲れ様でした。さようなら。